たけちゃん何作ろうな、自分で考えて、まね、何を作るかね、考えてる。渡辺な、何が作りたい？クワガタ。たけるちゃんは？オオクワガタ。牙つける。顔がないで。顔に牙がつける。印をつける。印をつけて。おお、わかる、はい。それでわかるかな、うん。やった。ハム来たり、ここ。ハムで。さあ、どんなものができるのでしょうか。はい。じゃあ、これ、羽と体、できました。これは言う？いらない。じゃあこれまっすぐにして、の真ん中を切る。の真ん中ここね。ここ切っちゃうよ。オッケー。こっちまで、はい。節かな。節？体の節かな。裏側？体。これはじゃあ切ってもらうよ。めっちゃ細かいとこまで作る。畳でパチパチって切ってもらう。じゃん、書き終わったら向こう持って行ってぬりぬりしてもらうで、つるつるになるやつぬりぬりしてもらう。それは何？カブトムシ。カブトムシ？いっぱいおるってこと？カブトムシ。ああ、あるから。ほんまや、よう見たら角あるわ。これな、うん、このちっちゃい方な。こっちがクワガタやな。ストレスやん。そうそうそう。これ怖いよ。もう一回つける？たけるちゃん完成したの見せてください。おー、かっこいい。かっこいいな。ツルツルになったの。たけるちゃんのオオクワガタ完成やな。オククワガタ、オククワガタ、おくくわがた、おくくわがた。はい、こんな感じになりました。おくわがた、おくくわがたです。できました。ここ外れてんだけどね。そこはあれやもんな、穴開けてせんかったもん。穴開けてしとったら
そこも外れへんかったかもしれないな。はい、マタルくんもできました。ピカチュウ乗ったよ完全に。めっちゃリアル。ピカチュウ。はい、お城までねこだわって作っております。めっちゃ難しいでこれ作る。めっちゃ時間かかったもんな。こことこことここ、穴開けてくれるのが結構時間かかったから、うん、結構難しい。でも穴は開けてもらった。ええ、うん、これつけるのもこれでも。でもまあまあどこにどういう風につけるとかを全部なん自分で考えて印つけて、ここに斜めにこう穴を開けてくださいみたいな、これ入れたいんですみたいな感じでやっていったよね、うん、これ他に。はい、というわけでわたるくんの今年の夏休みの自由研究工作はバレてしまった。自然のね木とか、まあ、そういう材料を自然のものを使って作った昆虫クワガタです。これで宿題が終わりましたね一つ。はい、はい、というわけでみんなはどんな自由研究をするんでしょうか。参考になったらいいな。みんなもよかったら木とか集めて作ってみてください。というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。ロボットゲームズもチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバイ。どうして